こんにちは、ももあです。はい、今回は今年入ってからのお気に入りのもの紹介をしたいと思います。イエーイ。はい、でお気に入りのもの紹介は今まで YouTube とかでやったことなかったんですけど、なんか結構ね、今年入ってからいろんなものを、すごいお気に入りのものがたくさん増えたので、それを紹介します。じゃあまず早速1個目、せーの、じゃーん、 MCM のリュックです。イエーイ。狙ってたキャメルの色です。もうね、これマジで可愛い。めっちゃギャルっぽくない？すっごいお気に入りです。なんかリュックだと手も開くからすごい楽だし、いろいろ詰めれるし、背負ってるだけで後ろがの寂しさがなくなるから、すごいお気に入りです。大切に使えます。マジで可愛い。ここのキラキラとか超可愛いよ。じゃあ次、じゃーん、これです。何か分かりますか？これ多分パッと見分かんないよね。なんかただのマスコットかなって思いきや、なんとエアポッツプロです。イエーイ。今まで100均とかドンキとかに売ってる紐のイヤホンをつけてて、なんかもうなかなかいないじゃないですか、紐のイヤホンをしてる人って。だからなんかちょっとももう最新のやつ欲しいなとか思って、やっとゲットしました。でももがこの AirPods を買って一番すごって思ったのが、このイヤホンをしたままマスクの取り外しができるってことにめちゃくちゃ感動しました。はネットで800円ぐらいで買いました。めっちゃ安いし可愛い。でもね、このね、この蓋の部分のケースがめっちゃ取りやすくて、両面テープで貼っ付けました、ケースを。そしたらめっちゃ上手です。はい、で次3個目のお気に入りのもの紹介は、3個目はアロエジェルです。めっちゃ今バズってるじゃないですか。でなんか流行ってるから、もう使ってみたいなと思ったら、地元のドンキに500円で売ってたんで買ってみました。今これ毎日使ってます。なんか使い方はよくわかんないんですけど、結構何でも使えるみたいな。顔の保湿にも使えるし、体の保湿にも使えるし、あと髪の毛にも塗れるみたいな。ムダ毛を処理する時のシェービングジェルとしても使えるっていうので、めちゃくちゃ使ってます。もう今半分ぐらいないんですけど、ストックでもう一個あるので、これはめっちゃ愛用してます。なんかおすすめの使い方とか他にあったら教えてください。おすすめです。はい、じゃあ次、お気に入りのもの紹介は、せーの、じゃーん、つけまつげです。これね、最近なんかアイメイクの動画を上げたばっかで、なんかお気に入りのつけまつって違うやつ紹介したらちょっと気まずいんですけど、前のアイメイクの動画では2枚重ねてつけてると思うんですけど、1枚でもめちゃくちゃ漏れるしバサバサなので、すごい気に入ってます。普段もつけまつげはなんか芯の薄い、芯が透明のやつを使ってたんですけど、これが見てもらったら分かるんですけど、芯がめちゃくちゃ分厚いタイプのやつで、なんかこういうタイプのつけまつげあんま使ったことなかったんですけど、使ったらめちゃくちゃ漏れました。で今ね、使ってるつけまもそれなんですけど、こんな感じ。やばくない？1枚でこれは素晴らしいと思って使ってます。前回アイメイク紹介の時に紹介したつけまと使い分けて、これは今使ってる状態です。ワンペアのつけまつげを全然余裕で1ヶ月以上とか使うんで、マジでコスパいいです。はい、じゃあ次のお気に入りのものは、じゃん、リップなんですけど、これがベッターリップトーク
の中ではギャルと言ったらベージュ系の色の薄い感じのリップっていうのがあって、今までそういうリップをすごく探してたんですけど、なんとエチュードハウスにあって、もうこの色がめっちゃドンピシャなんですよ。ピンクっぽいしベージュっぽいしちゃんと白っぽいみたいな感じで塗ってみたいと思います。塗るとこんな感じで、肌が白い人だったらこういうリップ塗ったらなんか普通に若干ピンクな感じで可愛くなると思うし、なんか黒肌の人だったらリップが生えて白っぽく発色して可愛くなると思います。はい、次のお気に入りのものは財布です。今まで財布はなんかネットとかで買ったちょっとよくわかんない財布をずっと使ってたんですけど、なんとバレンシアガの財布をゲットしました。マジでこれ可愛い、キラキラで、でなんかモモの好きなミニサイズの財布で、すっごい使いやすいです。財布紹介したと思うんですけど、財布変わっちゃったんでまたできたらいいなと思ってます。やべえ、髪の毛がボサボサになってきた。乾かしてなくてボサボサだったから帽子かぶったんだけど、乾いてきて余計ボサボサになってきた。はい、で最後のお気に入りのこの紹介はじゃん、ジェイダのマスクです。なんか今の時期もう外行くとき絶対マスクつけないといけないから、マスクをたくさん買ってるんですけど、もういつもこのジェイダさんのマスクを使ってます。前にジェイダに行った時にこのキャメルの色が発売されてて、つけるとじゃーん、こんな感じです。え、めっちゃ可愛くない？なんか黒とかはもう最近めちゃくちゃつけてる人多いと思うんですけど、この色ってなかなかつけてる人いないじゃないですか。可愛い。はい。はい。でなんかジェイダのマスクいろいろ種類があって、こういう布のマスクとかウレタンのマスクとか色とかもたくさんあるんで、なんか似合うやつとか自分が好きなやつとかたくさん選べると思います。でなんか結構キュッとなる感じのやつなので、顔も小さく見えるし形もすごい綺麗に見えるのでおすすめです。はい、ってことで今回はモモのお気に入りのもの紹介でした。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。それではモモでした。バイバーイ。No, no, 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 no,